皆さん、こんにちは。カンタでーす。プテラ乗ってるんですが、プテラとかさ、アルゲンとかさ、ケツァルコアトルスとかさ、飛行生物ってみんなね、地上にいる生き物を掴むことができるんですよ。でも、それぞれに限界の掴める大きさっていうものがありましてね。例えば、プテラだったら、ドードーとかディロフは掴めても、もうね、こういうパラサウロとか、向こうの方にいたアンキローとかね、おらー、もうこの辺のサイズになってくるとね、つかめないんですよ。つかめないの。もうこのサイズだと無理なの。ところがどっこい。なんか聞くところによると、現状だと、プテラでエンフォーサーとかガスバックがつかめるという話を聞きかじりましたので、試してみたいと思います。ちょうどあそこにガスバックいるしね。ちょ、やってみよう、やってみよう。あ、大きく膨らんどる。いや、絶対無理でしょ。でも、こんなサイズのやつとかさ。つかめたー！つかめたー！マジかー！ 本当につかめた。レベル96のガスバッグつかめちゃった。マジでかー！すげえ。いや、でもね、絶対にね、絶対にこれはね、修正されます。もうね、間違いない。絶対に修正される。今しかできない遊びだと思ってください。本当につかめると思わなかった。ちょっとエンフォーサーもつかみに行ってみよう。わけわかんねえ。なんだこれ。 いやー、このエクスティンクションのマップがまだ完成してない証拠ですね。そこまで対応できてないんだね。まあまあまあ、ほんと近いうちにね、この辺はね、修正されると思うんですけれど。 本当につかめたね。エクスティンクションの生き物だったらみんな掴めるとかじゃないでしょうね。見に行ってみましょう、ちょっと。壊れかけのトリケラトプスがいる。まあ、あれはさすがにね、元がトリケラトプスですから、掴むのは無理だと思うんですけど、一応ね、新種生物ということで試しておきましょう。掴めたらめっちゃ面白いけど。あ、さすがに無理だね。さすがに、さすがに無理ですね。じゃあ次はエンフォーサー探そうっと。お家の前にいました、エンフォーサー。とりあえずスタミナを満タンまで回復させて、行ってみよう。エンフォーサーゲットだぜ！できたー！ できたー！できるんかーい！ 記念撮影しよう、記念撮影。祝エンフォーサー捕獲記念。なんでやねん。ほんとなんでやねん。けったいな図ですね。プテラ、そんな力あったって感じ。テイムできるんかな、こいつも。テイムしたーい。じゃあね。いや、他の生き物も試してみたいんだけど、エクスティンクションの他の生き物、僕全然見たことないんだよね。まだまだいるみたいではあるんだけど。探しに行ってもいいんだけどな。ちょっと地盤を固めないことにはテームも難しいだろうから。よいしょと。さて、新生物を探しに行きたいのも山々なんですが、ちょっとね、さっきも言った通りに地盤を固めるっていうことで、パラサとか、あと向こうの方にフィオミア、なんだっけ、ゾウの祖先か、もいたし、ちょっとね、その辺のテームをやっていきたいと思う。なんなら同時テームぐらいできたらいいんだけどな。まずは、捕獲。さあ、捕獲した後に、毒矢ですよ。毒矢。いや、前はさ、一発寝る。一発で寝ますか。まあ、レベル9だもんね。でも、オスか。メスが良かったな、卵を産むから。まあいいや。とりあえずはいいや。さあさあ。いやーす。拠点の広さが足りねえな、でも、しかし、これ。まあいいか、ちょっと拡大も一緒にやっていこう。ベリーと、毒薬も作んないと。毒薬も作っていこう。常にこれは作っていかないといけないから、ほんと。
早え。もう 82.8%。早え。めっちゃ早え。さすが低レベルだ。今からフィオミアを探しに行ってる間ぐらいにもうテーマ終わりそうだな。いいことだ。さあ、どこにいる？さっきこの辺にいたんだけどな。いたいたやん、いたやん。こいつ、ボーラ効くんだっけ？全然覚えてない。ちょ、一応投げとくか。ドゥーラ、言いなさい。お、引っかかってるじゃん。お前もか。なんか、一撃でめっちゃ。あらー、血まみれねえ、あなた。この子もレベル低いから多分すぐテーブできるな。さてと、ベリー取ってこよう。やってる間にテーブ終わってました。さすがに早い。しかし、めっちゃメカメカしいな、今更ながら。テック、いいわ。君の奥さんも探してきてやるからな。卵とか産んでもらわないといけないし。キブルを作るのにね。恐竜たちの好物を作るためにね、卵も確保していかないといけないですからね。さてと、あと、ドエディとアルゲンと、いや、まだまだテームしなきゃいけないやついっぱいいるからな。あれ、もしかしてもう終わってる？いや、終わってないな。終わってないっていうか、ベリーまだ入れてねえや。ベリー確保してこよう。それから突っ込もう。この子もレベル低いし、もうベリー突っ込んだ瞬間に終わりかねないな。えい。えい。上がってる。上がってるよ。あ、さすがにベリー突っ込んだ瞬間に終わるってことはないか。ないか。25%。まあ、麻酔薬は別にしなくてもいいぐらいかな。ああ、いい。いい上がり方してる。ああ、もう行くわ、これ。あ、お腹空いてたんだね。ベリー一気に食ったわ。よかったよかった。さあ、この子たちも名前つけてやらねえはいかんのだが、まずは家に連れて帰るか。待って、やめて、アルゲン。やめて、アルゲン。あいつ、こうなったらテームだ。こっち向けや。そこ、よし、当たった。おい、うちを壊すんじゃない。うちを壊すな。来た。こっちや。ここに突っ込みます。入った。閉じ込めた。オッケー。めっちゃうまくいったわ。完璧だな。完璧なテーム戦略。あ、でもこれ当てんの難しそうだな。あれ？違うやん。出てるやん、外。いや、出てない。出てる。死にそう。っていうか。お前さん出てるやん。お前さんよく見たら出てるやん。なんだよ、もう。完璧ってめっちゃ自画自賛したわ。これでもテームの前にな、死にそうだな、こいつ。あれ、どこ行った？あれ？あ、いた。あ、お前逃げるの？嘘。ここまで来て逃げる？許さん。あー、さすがに当たんねえよな。まあいいや、もう一匹だし。くっそー。完全にさっきのさ、この中に入れれたと思ったのにな。あ、ドエディだ。お前が、僕はお前のことが欲しい。ちょっと待って、毒矢がちょっと心もとないな。何本いるか分からんけど、50本ぐらい欲しいな。よし、念願のドエディをテーブしよう。えい。寝て。よし、寝た。いいぞ。ちょ、待って。アルゲン来ちゃった。アルゲンテーム。
よし、入った。その調子で。出やがった、お前出ちゃダメだってば。くそー。なあ、意外とな。意外とアルゲンを突っ込むのが難しい、ほんと。そんなに難しくなかったはずなんだけどね。痛い。こっち。入ったね。これ入ったね。入ったこの状態で、扉を閉めるんだけど、今ならいけるか。いて。よし、今ならいける。よし。水飲んでこよう。とりあえず閉じ込めたから。大暴れしてんな、あいつ。えい。そんなに暴れるんじゃない。めっちゃ血まみれ。よし。ヘルスギリギリ。あっぶねえ。危ねえ、ほんとに。肉食っとけ。こっちもまあまあ順調だな。よし、もうベリーを入れてあげる。そして防御陣を敷いておこう。変なやつが寄ってこないようにね。悪い虫がひっつかないように。これでまあまあまあ、ちょっと隙間はあるけど、隙間がないと中に入れないからね。いてちょっと待って、どっから入れるかな。ここなら入れるかな、多分。よし、ここならいける。あと何パーだ。やっぱドエディベリーテームはちょっと時間かかりがち。ギロフォのキブルがあれば一撃、まあ一撃は言い過ぎだけどいいんだけどね。社会人設定でもそれなりに時間はかかりそうだね。まあ気長にテームしますよ。ちょ待って、これレックスいるよね。これレックス、絶対レックスいるよね。これやっぱしレックスいた。勘弁しろマジで。よし、とりあえずステゴになすりつけるか。はあ、マジで勘弁。もうこの辺ね、レックス多いんですわ、本当に。早くテームしなきゃな、あいつらとかも。あ、こいつらちょっと暴れてる。無抵抗にしとこう、とりあえず。お前らじゃちょっとかなわんわ、さすがに。こっちに来ないようにしないといけない。97.6%。もう終わるね。もう終わるね。まあまあ、そんなにだったな。そんなに大変でもなかったな。アルゲンの方はどうだ？ちなみになんだけど、アルゲンに関してはね、サドルまだレベル足りなくて作れなかった。悲しいわ。ただただ悲しい。62.5%。まあいいじゃないですか。今レベル60まで来たんだけど、アルゲンのサドルを作るにはまだね、あと2足りないんだね。まあ言うてるまではあるんだけど。ドエディどうだ？まだ覚えてないな。あ、全然作れる。可愛石繊維。インゴット。オッケー、作ろう。あ、ドエディテーム完了。やったぜ。ちょっと今そこにいてくれ。よーし。お待たせ、ドエディ。ちゃんと、お、そこから出ようとしてたのね。ちゃんと君のね、サドル作ったから。よーし、来たー。このカラーリングなんか懐かしいな。昔のうちの子もこんな色だったな。やっぱこれドエディのデフォルトカラーってこんな色な気がする。よしよし、よくうちに来てくれた。これからいっぱい石を取ってくれ。もう君今から大活躍してもらうから。ふり、あ、アルゲンテーム完了。よかった。よかったけど、君まだちょっとそこにいてくれ。
あと1レベル上げてくるわ。あと1レベル上げて、で、アルゲンのサドル作って、それからかな。これ修理してと。まあ、手っ取り早くレベル上げようと思ったら、エクスプローラーノート開けたらいいんですよね。で、これがね、おそらくエクスプローラーノートのはずなんですよ。ほらほらほら。すげえんだよ、これがまた。わけわかんないの。あ、これヒューマン。我々の姿じゃないですか。わかる。これ我々。ちょっと、日本語で教えてほしいところである。すごいね。なんだろうね。ちょっと、フリーザをちょっと人間に寄せた感じ。はい。はい、とりあえず、1個上げただけでもうレベル上がったね。積載にまだ振っておこう。はい。ということで、レベル60になったから、アルゲンのサドルも作れます。麻酔弾も作れます。OK、OK、OK。よし。帰ろ、とりあえず。というわけで、無事にサドルも作れました。そして、ご視聴ありがとうございました。いやー、いっぱいテーマした、今回は。名前はね、次回つけていきたいと思います。あれ？これ、つかめないのか？あ、これ死んじゃったのか、ガスバック。あ、じゃあ生きてるわ。あ、つかめる。やっぱりつかめる。はい。というわけで、よかったらまた見てください。バイバーイ。なんか、ガスバックで羽が生えたみたい。やばい。面白い。これはちょっと写真撮っとこう。あ、違う。ははは。完全にガスバッグに羽が生えたみたいになってる。面白い。